はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。新寺様、チャイクロ様、にゃんこ先生様、焼きとうもろこし様、お手紙も Y 様、お手紙も匿名希望様、お手紙もゆり様、お手紙も島田様、お手紙も猫のサラ様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。今日湿度高くてムシムシして、ついに我慢しきれなくなって冷房つけちゃいました。28度、室温28度ぐらいでもですね、まあ湿度が70ぐらいあるとムシムシしますね。これが40とか30だとカラッと涼しいんですけれども、河野太郎、日本のデジタル化はグローバルサウスより遅れてる。バカにしてんのかこの野郎、発言いたしました。世論です。まずはデジタル化の定義から頼む。さすが目視マン次の質問どうぞ。そりゃ世界一の高齢化社会なんだからしょうがないだろう。偽造を目視で見破れと偉そうに言ってたのがこいつです。偽造マイナカードを目視で見破れとか言ってるアナログ大臣がデジタルを語るのに違和感がある。お前のせいで日本中ソーラーパネルだらけなんだわ。お前と自民党が今まで何やってたんだ。国民のせいにするね。それを権力者が言うかで今まで何してたの。デジタル化が遅れてるってデジタル大臣が言うことじゃないですね。本当にこいつバカなんだなーって。グローバルサウスって発展途上国を指す慣用句らしいであります。具体的には中東のほぼ全部、中南米のほぼ全部、アフリカのほぼ全部、パキスタン、フィリピン、タイなどなど、具体的に挙げられておりました。グローバルサウスの国一連っていうのもなんか異論があるらしくて、入ってたり入ってなかったりする国がありました。観光客はですね、ファミレスや回転寿司などのタッチパネル注文に驚くらしいけど、太郎が何をもって、デジタル化が遅れてる、グローバルサイズより遅れてるって言ってるのか根拠が不明ですね。デジタル大臣がデジタル化が遅れてるってさ、塾講師、塾の先生が生徒の成績が悪いって外に向けて言うようなもんで、自分の無能さらしっていうか、バカさらしっていうか、繰り返しになりますけど、河野太郎って本当に頭悪いんだな太郎に訴えられてる裁判勝てるかもしれないな。こんなバカなんじゃっていうか、こんなバカに負けたら恥ずかしいかな。太郎、何をもってデジタル化が遅れてるって言ってるのが全然わかんないし、駅なんかあれですね、パスモとかスイカでパッパパッパ、行けますよね。大量の人数処理できますよね。あと店の至るところでパネル注文とか、食券もなんかタッチパネルのとこ増えてきたし、松屋の勝のあれとかね、何をもってデジタル化が遅れてるって言ってるのがさっぱりわかんない。河野太郎ですからね、頭が悪い。小池晃、共産党書記局長、蓮舫候補を支援する。知ってました。昨日報道にも書いてあったもんな。立民、共産、社民が支援するって。世論です。立憲、共産党、来たな、立憲、共産党だろ、まさに暗黒。後ろから刺されて笑っちゃう。やっぱそういう関係なんだよね。逆効果なんだよな。それ負けフラグじゃ。共産入れたら無理。共産党と協力した場合の投票行動がどうなるのか興味深い。共産党がどれだけ嫌われてるか分かっとらんな。共産党が推薦じゃなくて支援。蓮舫本人はせっかくですね、無所属でってごまかしさんに台無しですね台無し。東京における共産党の全力は2022年の参院選で山添拓が得票した685224票。まだまだ結構いるんだな、共産党なんかに投票した人な。同選挙で蓮舫が立憲票として67万339票獲得してました。あとパヨ票、山本太郎の協会票が56万5925票。山本太郎、この票で最下位で当選しておりました。
令和が独自候補を立てずにですね、共産、立憲、令和票が全て蓮舫に集まるとするとですね、この3社の合計が192万1488票です。頑張って最大で160万票って踏んでましたけど、もうちょい取れそうですね。頑張れば190万票ぐらいいっちゃうかもしれないな。前回小池百合子は366万票取ってますけれども、安泰とまではいかないんじゃないですか。蓮舫が200万票ぐらい取っちゃったら、ですがその辺歩いてる一般人は、小池都知事の公約達成率が 0% とか、太陽光ゴリ押ししてるとか知らないもんな。都がですね、都の事業を電通使ってですね、金流してんで口封じしてるんで、テレビでは小池の悪口一切やらないですね。共産が支援するということで、鳥越の時みたいに芝木隊のブダゴリラが凱旋の音響スタッフで活躍する姿が見れそうであります。今は亡きシールズメンバーも運動員で活躍するんじゃないでしょうか。生きとったんか悪いって感じですけども、政府、企業、組織、個人が保有する対外資産残高は1488兆3061億円で、33年連続で世界一と鈴木財務大臣が閣議に報告。世論です。それプラス国内資産1兆円超え、国民はガンガン貧しくなってるけどね。パヨさんイライラ、パヨ発狂しすぎ、経常収支が黒字だから増える一方、っていうか利子とか配当とか、日本対外資産1488兆円、2位のドイツが454兆円、中国412兆円で、日本だと独走ですね。2位のドイツに3倍差つけてますね。こんなに持ってたんじゃね、何かにつけて意地悪されて金たかられますよね。G7 先進国たるもの、せめて GDP の 1% ぐらいは外国を支援しないとね。チラッなんて日本見て、だったら5、6兆円外国にばらまかないといけないのかみたいな、そんな話うるせえわって話なんですけどね。先進国でなくていいです、そんなんだったらいう話なんですけど、昨年の対外資産から、利子とか株の配当やら賃料、土地や建物貸してる、特許料など不労所得合計が27兆2585億円でした。毎日毎日746億円の不労所得が流れ込んでくる、そんな国が日本であります。なのになぜ無税国家にできないのか。これ全部政府に入るわけじゃないからですけどね。企業とか個人とか組織とか、あと政府が持ってる一番大きい対外資産って、多分米国債150兆円ぐらい持ってたと思うんですけど、普通に10年経ったら売って、その分買い増しで、米国からですね、米国債の利子が毎年毎年3兆円ばかし入ってくる、いうような感じだから、ちょっとぐらい戦闘機とか買ってってもいいんじゃないかっていう世論もありましたけれども、武器兵器は国産がいいよね。いざっていう時頼りないもんね。いざっていう時売らねえわなんて意地悪されたらたまんねえから、こんなに世界中から金が流れ込んでくるのに、なんで庶民の生活が苦しいのか、米国の株式でも買った方がいいのか、実質税負担率が 47% だからですよね。バカの自民党が財務省に操られて、じりっじりっじりっと増税、何使ってんだよそんなに税金よ。どうせろくなこと使ってねえし、公金集中団体に流すとかさ、そんな自民党に権力持たしてんのは、我々有権者の情報量が圧倒的に足りないせいなんですよね。その辺歩ってるおじいちゃんおばあちゃんたち、小池都知事の公約達成率が 0% なんて、本当にね、数えるほどしか知らないでしょ。その辺歩ってるおじいちゃんおばあちゃん、私の動画見てるようなですね、高齢者さんたちは別格中の別格の情報強者なんですよ。靴沢の動画はためになるって知り合いに教えてあげてくださいよ。有権者の平均情報量増やしましょうよ。
あとあのメルマガ、メルマガ無料の始めたんで、ぜひともあのご登録くださいな。情報がいっぱい詰まったあーメールが毎日毎日、届きます。今日の単身です。菅前総理、アベノミクス失敗って、民主党の時8000だった株価が今は4万円だけど、安倍が界隈発狂、アンチコメントで2チャンネルニュース速報勢い1位になっておりました。33年連続で対外資産世界1位の板にも発狂パヨがいましたけれども、掲示板に一日中張り付いてずっと文句書いてる発狂パヨ界隈の正体って何なんでしょうね一体ね。定年して暇な人か、生活保護で暇な人か、親の年金暮らして暇な人か、とある教授がですね、あの誹謗中傷がひどい50アカウントの開示請求したらですね、ほぼ無職か生活保護か精神疾患で金取れそうもない無敵の人だったっていう事実がありましたけれどもね。昨年の運送会社倒産は345件で過去最多。昨日も言いましたけれども、人口減少に見合った企業数に調整真っ只中であります。全業種でどん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 倒産件数過去最多ってニュースが続くと思われます。まああの人口減少で需要減るんだからしゃあないっすね。今後は企業で一発成功ってのも厳しい世の中になりそうですね。トランプ大統領候補、当選したら留学生のデモをやめさせる、デモに参加した留学生を国外追放する。我が国でもですね、外国人の政治活動は原則禁止になってるし、まあ妥当ですよね。最近もあの外国人集まってですね、都内とかでフリーパレスチナだの、新入管法反対だの、永住資格取り消し反対とかのデモやってるけど、全然取り締まれてないんですけどね。昨日27日、夕方ですね、外務省前にですね、フリーパレスチナなんつって、イスラム教徒たちが集まってギャーギャーやってたみたいでありますけれども、なんでイスラエル大使館の前でやんねえのかな、ちょっと疑問ですけどね。あとはあの結構な人数いましたんで、これがもっともっと大勢を仕掛けて、大騒ぎで土葬墓地よこせーなんて言い出したら、その時自民党はどうすんだろうね。翼の塔の時みたいに、よっこらせ、泥縄でやっとあの対策すんのかな。選挙活動以外はまあよしってしたマクリーン判決っていうのが悪いっすよ。外国人の政治活動ね、選挙活動はダメだけど、まあなー政治活動はまあいいかみたいな判決出しちゃったんですよ。あの判断した裁判官はもう生きてないだろうけど、何十年前の話なんで、本当にあの過言を残したよなーっていう話でありますね。というわけでですね、他の方々と全然情報量が違う情報強者になりたければ、私のメールマガジン登録してください読むだけで賢くなったり知見が広がり、こんなことも知らないのって知り合いにマウンティングできます。まあそのために撮ってくださいって言ってるわけじゃないですけれどもね。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。